わりたつけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。わこさはさらさんいらっしゃい。これがサムネになるのかな。わこさはさんこめさんいらっしゃい。ジョナさんいらっしゃい。わこらんぱすここめさんいらっしゃい。わこぱすさくさんいらっしゃい。はっさんはっさんのじいちゃんになった時か。ななこめさんいらっしゃい。わこさはふやさんいらっしゃい。わこらん9個目さんいらっしゃい。わこさはざっぱさんいらっしゃい。係長いらっしゃい。わこつ12個目さんいらっしゃい。わこ13個目さんいらっしゃい。わこ14個目さんいらっしゃい。わこつ15個目さんいらっしゃい。わこつこてつさんいらっしゃい。さら僕のために本当ありがとう。天の日カード触れずにありがとう。18個目さんいらっしゃい。もうね、もらった。さあ、じゃあ行きましょうか。ごめん、かいかな。あ、どうも、先生はここの院長の堀田ですわ。ほっほ。うわ、いきなり院長先生と対面か。どうしたかな。あの、花かのどかさんのことなんですけど。花かのどかと。ああ、あの、残念だな。彼女はもうその、ずいぶん前に退院しちまったよ。ほら、おじいちゃん。ダメでしょ、病院を出ちゃう。ほらほら、早く戻りなさい。あ、まちこくん、固いこといい子なしな。何がまちこくんや。いい加減にしないと病院からほっぷり出すよ。いや、院長に向かってすごい看護師だな。いい、院長先生の白衣、ちゃんと返しておくのよ。はいはい、了解、了解さん。じゃありませんよ。あなた一体誰なんですか。院長の堀田ですわ。ほほええ看護師さんは一応私相手してくれそうなのはこの人だけか。どう、本当に院長先生なのか。違うよな。わかんなくなってきた。やこちゃんです。どうもいらっしゃい。こちらインドさんいらっしゃい。あの、この病院はどういう、その、外科一般を雇るよ。外科一般？あんまり詳しいことは知らんけどね。ほうほう。なんだその目。そうだな。この近くに大きな総合病院があるんだよ。患者が収容しきれないとき、こっちに回されてくるんだよ。ここでは外科手術をやってるんですよね。形成外科の手術なんぞもやってるみたいだけど。やってるみたいですか。やってるみたいだよ。あこつ、いらっしゃい。まさきさん、35個目さん、ほいみんさん、いらっしゃい。はなかのどこさん、のどかさんのことを聞きたいんですけど。来た、あの子ね、確か総合病院から移されてきたんだよ。っていやらしい。総合病院から。彼女何か外科手術を受けたんですか。それ外科手術大変だったわ。あれはどんな手術を。それはいやいやいや、ちょっとそれは言えんよ。先生実に嬉しそうに笑ってるさ。これなんか医者って連中は患者のこと喋っちゃいかん。なテレビのドラマでもそうだろ。このままじゃ拉致が開かないな。このじいさんちょっと脅しつけてやれないかな。拳銃ですか。よし、脅そう。あの、これなんですけど。違うわ。ムラムラするもの。じゃあ血のついた装束。あ、そっか、写真か。そっか、写真か。こつ気まぐれさんいらっしゃい。のりさんいらっしゃい。あこです。55個目さんいらっしゃい。ムラムラくるもの。おっぱい星人。この方なんですけど。おお、これはこれは、ふむふむ、素晴らしい。ぜひ一度診察してみたいの。もうぜひ明日連れてきなさい。すごい医薬をあげるから、胃薬あげるから。大体ここは外科だろ。あ、違うの。ムラムラ
どかの写真。のどかじょうかわいいな。ははい。もう一度会いたいな。また大事故に遭わんかね。うん、本人に伝えておきます。頼むよ。うん、待っとるからわし。ミミ。飲む。なんかこれは、なんかこれはどこかで。見たことがあるようなないような。うん。ま、それは明日診察の時にゆっくり。これはいまいち、うん、まあこの程度なら手術に及ばんね。うん、そうとも。やっぱボインちゃんが好きなのかな。じゃあおばさん。連れてこなくていいだって。めいちゃんどうや、めいちゃん。この人ですけど。お、いいね、この目。女王様って感じ。こんな目で睨まれたらわし、もうほれ、むさび泣いちゃうな。僕なんか無知で叩かれましたよ、思いっきり。うお、羨ましい。どうだった、もう、泣いちゃったろ。どうや、その辺。ちょっと泣いちゃったか。シュンさんいらっしゃい。夏美は診察する気にならないって。ハミちゃんどうだ。ほう、なんというかこれはなかなか。骨が折れたらぜひうちに連れてきなさい。そうだな、転んですりむいた時も必ずうちに。怪しいな、先生見せてみよう。タコツいらっしゃい。チクリンさんいらっしゃい。自分。お、わし、これ、ん、いいね。この知的なハゲ方。君もほれ、わしを目指してハゲたまえ。ん？心がけます。あやさと京子。白いね。あー、じゃあ、やっぱ証拠品か。弁護士バッジ。基本に帰る。弁護士バッジ。メガネさんいらっしゃい。ん、何かなそれは。僕は弁護士です。今ある事件の調査をしています。ん、ん、なんだ怖い顔して。暴力は良くないぞ。ん、裁判は明日です。情報が欲しいんですよ。そうだったか。実はな、そのこれは秘密なんだが。何ですか。ん、実はわし院長じゃないんだこれが。知ってますよそんなこと。え、なんで。待ちなさいってあげるから情報。わしはな、この病院のほれ、なんだ、生地引き、生き地引きですか。それそれ、特に若い女の子ちゃんの患者なら知らんことはない。いや、お恥ずかしい話。本当に恥ずかしいですね。ほほほ、とにかく鼻かのどか状のことだったな。のどか状。あの子は特にそのよーく覚えとるぞ。よーくな。のどかのこと。のどかさんのこと聞かせてください。うん、任せなさい。ほほ、任せなさい。あの子はそう、1年ぐらい前総合病院から回されてきたんだ。そのほれ、休館ちゅうことで。何の病気だったんですか。いやいやいや、あれは怪我だったよ。わしね、一目で見抜いたよそりゃ。もうバッチリ、大怪我だって。大怪我ですか。体中包帯でぐるぐる巻き、腕もギブスで固められてたしな。それは確かに大怪我ですね。うん、事故だよ事故。怖いね、やっぱり俺、車はさ。うん、車？交通事故だったんですか。そうだよ、あれだけの大怪我だ。きっと新聞に載ってると思ってさ。もうほれ、調べた調べた。大変だったね。うん、何なんだこのじいさんは。さっき大手術だったって言ってましたね。
喉過剰の手術かい？ええ、喉過剰の。そりゃまあその、なんだ、あれだけの事故だったし、顔の火傷がさ、特にひどくて大変だったわ。そんなにひどかったんですか？たまたま喉過剰が自分の写真を持っていたからね。それを見て復元したらしいね、顔をさ。写真？彼女さ、ほれ、なんだ、免許を取ったばっかりだったんだな。その免許証のために撮った写真をちょうど持ってたわけだ。はあ、わしね、記念にもらっちゃったよ、その写真こっそりと。気持ち悪いな、この人。な、な、よく撮れてるだろ。はあ、お宝だよ、お宝、わしの。肝心の免許証の方はどうなったんですか？さあ、知らんよ、聞いてないな、燃えちまったんじゃないかね。これ、のどかと耳、逆の可能性があるなぁ。こっち、木さんいらっしゃい。事故について。調べたんですよね、のどかさんの事故のこと。そりゃもう、そりゃね、うん。当時の新聞は全部見たぞ。どんな事故だったか覚えてますか？ちょっと待ってな、今持ってくるから、記事。え、も、持ってるんですか？こんなこともあろうかと思ってさ。あの飽くなき探求心、見習うべきかも。ああ、これこれ、これだ。うん。どうやらのどか城助手席に座ってたらしいな。助手席ですか？眠っとったらしいよ。ものすごい衝撃で目が覚めたら、あたり一面火の海だ。のどか城必死でドアを開けて、なんとか自力で逃げたわけだ。ま、詳しいことはほれ、この記事を読めば。うん、読んでみましょうか。目を通しておいた方がいいな。のどか城手術してから、治るまで半年はかかったの？去年の12月頃退院していったよ。半年前か。うん、ほれ、どうよ、結構役に立ったろ。うん。あ、はい、ありがとうございました。じゃあわし、そろそろ病室に戻るからさ。のどか城によろしくな。僕も行くとするか。読んでみましょう。あれ？これですか？あ、これか。5月24日深夜。二人乗りの乗用車が高速道路脇の壁に衝突して、女性一人が逃げ遅れ、焼死した。警察では生存者の話などから、居眠り運転による事故とみて捜査を進めている。生存者、花香のどこさんの談話。私、すっかり眠り込んでいました。突然、すごい衝撃で目が覚めて、辺り一面もう火の海でした。夢中で左のドアを開けて、車から転がり出たんです。その後は覚えてません。のどかさんの話によれば、運転をしていたのは姉の花香美美さん。今世間を騒がせている14人薬物投与ミスのあった桐崎外科病院の看護師だという。これは果たして偶然なのか。あこ、秀じいらっしゃい。怪しいね。調べてみよっか。待合室だろうか、気を入れてソファー並べて割に患者は少ない。患者は量じゃない質だからね。今の言葉何か意味があるのか。じいさん危険やな。この病院の受付だけど誰もいないな。壁に今月の言葉が貼り出されている。骨折り損のくたびれ儲け。外科患者の神経を逆なでする言葉だな。骨儲け。患者さんがリハビリテーションをしている。油汗がダラダラ、全身がブルブル震えてて今にも倒れそうだ。ちょっと勝手に喋らないでください。いや、すまん、ごめん。奥、あの奥のドアどこに通じてるんだろう。あれはな、レントゲン室だよ。
なんで僕の考えてること見抜いたんですか。ん、そりゃほれ、レントゲン室だから。ん、いいのかこの先生。先生じゃない。以上かな。以上ですね。よし、では行きたいと思います。お、何か動きが。あ、どうやった、行ってみたんか病院は。いろいろ聞いてきたんですけど、なんや歯切れ悪いな。あ、そういえばな、さっきおばはんが警察呼んだで。え、キミコさんが警察を。話がある言うてな。なんやおもろになってきたな。なんだろう。一応話聞いときましょう。それにしてもあのおばはん本もついてないな。まあそうですね。たった一つの小石にけつまずいたおかげで家元の座を奪われるわ。里の人間からは馬鹿にされるわ。挙句の果てにこないな殺人事件まで起こってしもうて。まったくですね。って、ちょっと待ってください。なんや、今の話初めて聞くことばっかりだったんですけど。ほんまか。この世界では誰でも知ってることやで。なぜだ、誰も教えてくれなかったぞ。確か家元の座を奪われたって言いましたよね。そうや。今家元は綾里舞子っちゅう霊媒師なんやけど、ほんまはあのおばはんが家元になるはずやったんや。キミコさんが家元。のどかさんは。ああ、さっき見かけたで。ぼんやり庭見とったわ。そうですか。なんや、話でもあるんか。彼女にはいろいろ聞くべきことがあるぞ。いやな、何でも家元は長女が継ぐものらしいんや。長女ってことは、あ、そうなんだ。キミコはな、姉なんや、綾里舞子は。そうだったんですか。普通はな、姉の方が強いらしいで、霊力。そういえば昔迷いちゃんも言ってたな。お姉ちゃん千尋さんの霊力はシャレにならなかったって。ところがどうしたわけかあのおばはん姉の舞子に負けちまったわけよ。そうだったんですか。里の連中からそれはそれは軽蔑されたらしいで。長女のくせに家元を継げなかったってな。そんなことがあったのか。妹もしキミコさんの霊力が強かったら、迷い犯は分家の娘ってことになってたやろな。移動してみる。主権者の間。警察はどこに呼んだんだ。対面の間行ってみますか。あれ、いない。おばさんね。そうだね。その分ハミちゃんが強い。あら、お久しぶりです。どうも。そろそろこの人の秘密が見えてきたかな。何ですか、怖い顔して。さあ行きましょう。暴いてみせる。勝負。2個あるのが気になるんですけど。誰の事故ですか。決まってるでしょ、お姉さんの事故ですよ。ああそうですよね。お姉さんは眠らされたんです、あの桐崎先生に。それ以上お話しすることなんてありません。今のどこさん気になること言ったな。誰の事故ですか。じゃあのどかさん聞かせてもらえますか。別の人物の交通事故について。別の人の交通事故、一体誰の事故ですか。
で、ここで喉が喉がさん、あなた自身の交通事故ですよ。私ですか？そうです。おかしいですね。知りませんよ、事故なんて。証拠でもあるんですか、私が交通事故に遭ったっていう。これですね。突きつけます。これを見てください。1年前の新聞記事です。生存者花香のどかさんの話って書いてあります。あ、大怪我して入院したんですよね。ちょっと待ってください。何ですか？それ私じゃありませんよ。何ですって？きっとたまたま同じ名前の別の人ですよ。ほら、花かのどかなんてありふれた名前ですから。何言ってるんですか？お姉さんの名前が花かみみって書いてあるでしょ。いやー、怖いですよね、偶然って。ほんとそんな言い訳が通るのか。それとも何ですか？証拠でもあるんですか？写真かな。多分これだよね、免許用の写真。ソイさんいらっしゃい。これがその証拠です。その写真は？あなたが入院していた病院でもらってきたんです。どういうこと？患者さんにね、あなたのファンがいたんですよ。記念に撮っておいたそうです。どう見てもあなたです。あの偽院長さあ今度こそ聞かせてください、事故のこと。ちょっと待ってください。確かに私事故に遭いました。でもそれが何ですか？今度の事件と関係ないでしょ。関係はあるはずです。新聞記事を見てください。女性一人が死亡したって書いてありますね。それがこの死亡した女性というのは誰だったんですか？交通事故で死亡した女性とはこの人物だったのでは？どっちだろう。ここで確信に迫ることはないよね。だからミミだよな。素直に行きます。素直に行きますよ。花かミミ、あなたのお姉さんだった。お姉さん？あなたはお姉さんが運転する車に乗っていた。二人は一緒に交通事故に遭ったんです。ああ、よかった、解けました。全開だー、やったやったぜ。そう、あの日私は乗っていました。あの車にお姉さんと一緒に。うちに帰る途中だったんです。私助手席に乗っていました。でも眠り込んじゃって。あとは記事の通りです。とっさにハンドバッグだけ持って助手席のドアから逃げた。お姉さんは？どうしようもなかったの。車の中は煙でいっぱいで何も見えなかった。そうだったんですか。桐崎医師のこと。あの事故は桐崎先生が睡眠薬を持ったせいで起こったわけですか。もしかして疑ってるんですか、私のこと。お姉さんの仇を討つために桐崎先生をって。そりゃそうだろう。桐崎先生を殺害する動機は今のところこれしかない。ふふ単純なんですね。どういうことですか？無理だと思いますよ、私を追い詰めるのは。何ですって？今にわかりますよ。叩きのめしてあげちゃいます。楽しみですね。なんだろう、自信満々ですね。控えの間、何もない。
キミコおばさんいないですね。では戻ってみようか。あ、このゴースターさんいらっしゃい。あそこでなんか揉めてるぞ。お母様いじめないで。待つさ、そんなつもりは。はるみちゃん大丈夫でございますよ。ほんの少しこの殿方とお出かけするだけでございます。お母様、私もご一緒に。ダメです、あなたは屋敷を大守りなさい。そんな顔しちゃダメっす。あ、そうっす、今いいものを見せてあげるっす。本物のピストル。刑事さん参りなさいよ。こりゃどうもすまねっす。キミコさん、糸の子刑事を連れて行っちまったぞ。お母様、なんでだろう。お母様、今までこんなこと一度もなかったのに。はるみちゃん、ナルオト君、私とても嫌な予感がします。何かとても悪いことが起こるような、怖いです。なるほど君、弱ったな、かける言葉も見当たらないぞ。なるほど君、迷い様は大丈夫だよ、材料は揃ったと思う。きっと迷い様も心細いと思います。なるほど君、言ってあげてください。え、でもはるみちゃんを置いてはいけないよ。私なら大丈夫です。お願いです、迷い様のそばにいてあげてください。はるみちゃんの眼差しが突き刺さってくる。探偵パート終わりかな。待っていたわ、なるほどくん。千尋さん、どう、明日の準備は。多分材料は揃ったと思います。この事件は明日片がつくわ。無罪にしろそうでないにしろね。ふう、僕は覚えている、千尋さんの胸に秘密が。胸に秘密が、サイクロークがかかっていること。なんだろうな、持ってるのか。それな、秘密が。千尋さん、最後の手がかりをいただきたいと思います。いいわ、奪ってみなさい、私から。なんでそれ、素直に教えてよ。犯人について。千尋さん、何？千尋さんには心当たりがあるんですね。千尋が心当たりがあるって言ったらやっぱキミコかな。ねえ、そんな気もするよね。まあ真犯人じゃないにしろ、この事件の真犯人に。あ、多いな。どうしてそう思うの。人の秘密が見えるのも辛い時があるな。どうやらあなたの考えを聞く時が来たようね。そのようですね。千尋さんと勝負だ。なぜ戦わねばならぬのか。お疲れ様です。次、ラスアークにしたいと思います。まあとりあえず話は聞きましょうか。明日の裁判、死を超えようってことかな。なるほどね。お疲れ様です。明日の開廷までにどうしても知っておくべきことがあるわ。なんだろう。あざあざ。